岡本さんもいい表情されてましたけど、ご質問何かございますでしょうか。いや、その結局マイニングの機械は、はい、もう制約が出るってことはいずれもうマイニングでき、まあ、できなくなるというか、そこにも制約かかるってことなんですかね。無限には広がっていかないって言い方になるんですか。ですね、マイニングの、まあ、マイニングをする人の報酬っていうのは今2つあって、はい、1個が新しくコインが発行されるっていう部分ですね。これ1日に今900ビットコイン発行されてます、はい、で、より正確に言うと、ビットコインの、まあ、プロトコル、要はプログラムっていうのは10分に1回新しいビットコインがピャッて吐き出されて、それがマイニングに参加している人の報酬になるんですね。で、これが10分に1回 12.5 ビットコイン、1日900ビットコインなんですよ。で、プラスその10分のウィンドウの中でみんながこうビットコインを送金しますよね。その時に送金手数料を払うわけです。で、それもマイニングのする人の報酬としてプールするんですね。で、これが両方合わせて、まあ、大体多分10分に1回の1個のブロックが刻まれるたびに、どれぐらいだろう、14とか 13.5 とか、なんかまあ15ぐらい。まあ、その、要は新しいビットコインの方が全然大きいんです、まだ。ただこれが4年に一度半減期といって、次は2024年の5月なんですけど、半分になります。だ次は 6.25 なんですよ。10分に1回出てくる新しいやつが。で、それが、で、そういったことで1日に450枚に行って、で、2028年の5月には 6.25 半分で 3.125 になり、で、どんどん減っていくんですよ。で、新しいビットコインってのはこういうその半減期を繰り返していって、こういうふうに低減していくので、最終的に2140年ぐらいに、その最後の半減期を迎えて、まあ、0.00001 とかになるので、もうニューで出ないよ。で、ビットコインってのは2100万枚って決まってるんですね、発行枚数が。で、これは、世の中に、埋蔵している金の総量、あと出てる金、全部合わせた、地球にある金の総量は2100万トンと言われてるので、それになぞらえて2100万枚なんですよ。で、で、じゃあその2140年以降どうなのっていうと、まあ、それよりもずっと前のタイミングで、ビットコインのその送金手数料の部分っていうのもマイニング報酬になるので、まあ、どっかでこっちが上回るだろう。その時にビットコインが、その、まあ、その時も多分ドル建てで見ると思うんですけど、今よりずっと高くなっていれば別に電気代払えるんで、マイニングは続くだろうし、他方、このマイニング、ビットコインをもらえるからマイニングしますっていう経済的なメカニズム、インセンティブメカニズムだけで、このマイニングとかビットコインっていうこのエコシステムは維持されてる。要は誰も言ってないです。誰も監督者いなくて、あなたマイニングしなさい、お金払うから誰も言ってないので、これはいつか壊れるだろうって言ってる、経済学者もいます。シカゴの教授かな。シカゴ大の教授はそういうなんか論文を書いてました。だからそのマイニング報酬っていうものをの設計を変えないと、マイニングをする人が相場にいなくなって、そうするとビットコインのセキュリティが下がって、じゃあビットコイン価値ないねってなっちゃうよねって言ってる人はいます。ただまあだいぶ先の話なので、まああんまり気にすることはないかな。ただまあ確かに2060年とか2070年にはそういうもので出るかもなっていう気がしますけど、はい、うん、という感じですね。ありがとうございます。